それじゃあ始めましょうということで、コトシモンと名のついたなんか何かを始めたいと思いますということで、お昼明けなので大変眠いですけれども、皆さんお疲れ様です。統合整理の望月です。この時間は誘発筋レンズということで、先週の金曜日にやっていただいた実習のコトシモンということなんですけど、ちょっとコートシモンと名がついていますけれども、よいしょ、あんまり偉そうにですね、何、まあ、一応コートシモンっていうのは何カリキュラム上ついた名前なんだけど、別に私から偉そうになんか皆さんに諮問をするとかって試す皆さんを試みるつもりはこの時間は特にありません。なのでそこは落ち着いてリラックスして参加してください。で、グループディスカッションと私は書いたけど、白板の見え方大丈夫ですかね。あんまり白板使うかどうか分かんないけど、まあ、グループディスカッションということで、何、皆さんの知識を試すとかいうわけじゃなくて、どういう実習だったかとか、あと実習でレポートみんなどうせ書かなきゃいけないから、なのでそのレポートの、設問内容事項について、まあ、分かんないとこないかなっていうのを確認しながら、で、まあ、皆さんがそのレポート書きやすくなるように、みんなで、助け合って知識を確認していきましょうっていうのがこの時間の目的です。なので、まずは、実習でやったことを、大雑把にね、もう先週の出来事だから何もかも忘れたかもしれませんけれども、ちょっと簡単にどういうセットアップで何をやったのかということをおさらいしながら、行きましょうかねと思います。ということで、じゃあ、まあ一応順番にまずは声を聞いていきましょうか。刺激電極はじゃあどこに、さっきもまあ名前出てきてたけど、脛骨神経ですね。そうそう、脛骨神経ってこの絵で言うとどの辺、要するにこの脛骨神経をポツンと刺激したいんですけど、ピンポイントでこの神経を刺激するために、この神経の真上に当たる位置に、まあ、1個電極を置きますと。でここに、向きはちょっと後で聞きたいんだけど、まあ、どっち向きか分かんないけど電圧をかけますと。でこの時に電気っていうのはこう回路になってないと流れないわけさね。だからその電池の片側だけつないでもダメだから、この回路を作るようにどっかにもう一箇所その接触させなきゃいけないのね、体にね。でそのための電極は、まあ、この神経にあんまり当たらない位置にでっかい金属の板をやって貼り付けてやって、でここで電気を流してこの下を通っている神経を刺激すると、あんな感じの電極だったんですね。まあ実際触ってねえから分かる記憶に残んないと思いますけど、中間でなんですよ。まあ、いいとこについていただきました。そのちょっと遅れてという意味は、1回刺激をしただけなのに波形が出てきたっていうのがこの実習の不思議なポイントだったんだよね。だからその2つの波形が早めに出てくる波形とちょっと遅いタイミングで出てくる、刺激の瞬間から見てね、刺激の瞬間から見て瞬間的に出てくるやつとちょっと遅めに出てくるやつっていうのがあったと。陰極刺激で、まあ、マイナスに、要するにここの軸索を脱分極させるような方向に電気刺激をしましたと。でこれパラメータとしては刺激の長さは1ミリ秒とかいうほんの一瞬です。でこれもっと短くてもいいです。臨床的には 0.2 ミリ秒とかを使うことが多いです。 0.2 とか、まあ、強くして 0.5 とか、だから1ミリ秒っていうのは実習でも、まあ、皆さんがやってもうまいこといくらでも当てられるっていうくらいの長さで、これ 1.2 ミリ秒とかにすると結構痛い、ビリビリ痛くなってくるっていうので、これはかなり長めに当てる方ですけど、1000分の1秒だから一瞬の電撃だよねを与える。だから強い電圧をかければ、まあ、その分たくさん、活動をして、で強く収縮するから筋電図がでかくなると。この説明で OK？ 皆さん大丈夫そう？大丈夫そうですか？もう一周したじゃん。大丈夫そう？じゃあ聞くで、そのデータをもとに仮説を立てるという意味ではとても素晴らしいですね。ありがとうございます。いい感じね。そうそう。確かにルートが違うんだけど、
データをもとに考えると確かに H 波は最初増えてったけど減り始めたと。で減り始めた時何が起きてるか他の手がかりはないかなと思ったら、だから軸索には別にそのどっち方向に一方通行するっていう仕組みはないんですよ。軸索自体はただの道なの。だからどっち方向にも活動電話伝えていける、要するに次々と隣の膜を興奮させていくだけだから、軸索上の興奮の伝導って。休憩してる暇がなさそうですね。ということで、前半の内容はどうですか？ M 波とか H 波の内容については、皆さんどんな感じ？大丈夫そう？レポート書けそう？レポートのこの問題苦しそうとかいうのが今あれば大丈夫そうですか？よし。そしたらば、後半の話に行きましょうか。皆さん、適宜休憩しながらやってくださいね。1時間半もずっと頭を動かしてると、嫌になっちゃうよね。よいしょ。年取るとさ、もうこらえ性がなくなって、その辺の。よいしょ。もう15分も喋ったらいっぱいいっぱいですが。よし、じゃあ次行きましょうか。みんなこんな感じにかけた？ H 波の2つ目の H 波の1個目の H 波に対するアンプリチュードを取ってやると。で、横軸は刺激感感覚、インタースティミュレーションインターバル。理解した。ここをデンデンと1ミリ秒の間隔を空けて、膝の上をデンデン、電気的に、電気だからデンっていうわけじゃないんだけど、デンデンと2回刺激したと。そしたら、筋には H 波が1回しか生じなかったんだから、どっかで詰まってるわけだよね。この今教科書は元にして、その上で自分で議論してくれた方がいいので、教科書にこう書いてあったからこれが正解ですというよりは、ぜひ自分の意見をというか、仮説を立てて、レポートの、記述はしてもらえたらいいかなというふうに思います。よねっていうのが今回の実習のデータでしたということですね。で、まあ、一応のそれが教科書的な、模範解答の一部かなと思いますけど、皆さんはさっきから言ってるように、それに別にとらわれる必要はないですので、可能性が何かありそうだったら別に上げてみてください、ぜひ。よし。さあ、じゃあ、また質問があったらいつでも来てくださいということで、今日この時間は、お開きにしましょうということで、すみません、伸ばしてしまって失礼しましたが、お疲れ様でした。このグループの今年も以上で終了となります。